イオンスタイル新百合ヶ丘は、神奈川県川崎市麻生区の新百合ヶ丘駅前にある、イオンリテール株式会社が運営する、ショッピングセンター。1997年8月29日の開業以来、イオングループの再編に伴い、新百合ヶ丘ビブレ新百合ヶ丘サティオン、新百合ヶ丘店、イオンスタイル新百合ヶ丘店と、店名変更している。 小田急電鉄と川崎市による新百りが丘駅南口再開発事業では当初はセゾングループの進出計画があり西部百貨店が出店予定だったがバブル景気崩壊後のセゾングループの経営不振により1994年に出店計画を撤回したそのためマイカルがビブレを出店することとなった新百りが丘駅南口に 鹿島建設が建てた再開発ビルにテナントとして賃借入居しており、自社ビルではない。建物所有者は新百合が丘カの重都市開発株式会社である。1997年8月29日、新百合が丘ビブレとして開業。若者向けファッションビルのビブレが1階から5階、シネマコンプレックスのワーナー・マイカル・シネマーズが6階に入居してオープンした。 建物の構造は、本館は地下2階、地上8階、駐車場棟は地下3階、地上8階。ただし階数表記については6階までで、このうち3階と4階は、下層階が A 階、上層階が B 階のように2つの階層に分かれている。その後、2003年11月にリニューアルの際、ビブレが2階のみに縮小され、 一回及び三回から五回は、ファミリー向けの総合スーパーサティに、業態転換して新百合ヶ丘サティとなった。南側にコナミスポーツクラブを併設する。2011年3月1日、マイカルはイオンリテールへ統合。サティジャスコの店舗ブランドを廃止し、イオンへ統合することとなった。これに伴い、新百合ヶ丘サティは、同日より、イオン新百合ヶ丘店へ。 店名変更し、ビブレと共にイオンリテールの運営となった。さきからイオンに店舗ブランドが変更されたものの、看板以外は、ほとんどがシール等でロゴを貼り替える程度であり、店内に大きな変化はなかった。なお同日、施設内のコナミスポーツクラブ1階にある郵便局は、新百合ヶ丘ビブレ内郵便局から、新百合ヶ丘郵便局へ名称変更している。 2011年8月から店舗駐車場の運営元がイオンリテールからパーク24に変更となった。そのため従来の駐車サービス券が使用できなくなった。2013年7月1日、ワーナーマイカルシネマズとイオンシネマズの統合に伴い、ワーナーマイカルシネマズ新百合ヶ丘もイオンシネマ新ゆりがおかに解消した。2016年3月1日に、 ビブレの都市型店舗の運営はオーパに遺憾されたが、新ユリガオカビブレは都市型店舗ながら、イオンリテールによる運営が継続され、ビブレの公式サイトには継続して、店舗として記載されていた。2018年に新ユリガオカビブレは、イオン新ユリガオカ店へ投稿され、2回もイオンの直営売り場となり、ビブレブランドが消滅。これにより各テナントが開業時から、 すべて入れ替わった。2018年4月27日にリニューアルオープンされた際、イオンスタイル新百合ヶ丘へ店名が再度変更された。2021年6月時点新百合ヶ丘カビブレに関するカテゴリ、新百合ヶ丘サテに関するカテゴリ。ありがとうございます。